春なんですね、今。今春です。こんな雨も、ね、はい、新年度最初の前です。最初の こんな土砂降りの中こう吹いてきてるからね。そう、どっちかが雨をもたらしてるんじゃないですか。いや結構多くない、来た時雨。だからスタッフさんもみんな言うんですよ、はい、昨日までは良かったんですよ。そう、確か毎回言う、毎回言われ、幸先悪い、はい、本当に。でも雨降って、うん、ビチャビチャですよ。雨降ってビチャビチャ、雨降って背中ビチャ、見て、雨降ってビチャビチャ、背中ビチャビチャ、もう。ということで本題、はい、富山のね、すごいね、うん、春祭りといえば富山ちんどんコンクール。ちんどんコンクール、ちんどん屋さんが技を競い合う全国で唯一のコンクール。実は放送日の今日金曜日が前夜祭で、うん、土曜日が予選、うん、日曜日が本戦ということで、今回は観客を笑顔にする極意を学ぶべく、はあ、なるほどね、ちんどんのプロチームの練習会に潜入しようと思います。そうか、はい。うわ、こんなこんな嫌な顔して。早くオープニングまとめてください。こんな放送ないっすよ、びちゃびちゃになってタレントが。ごめんなさい。あのやっぱり春になると、うん、このちんどんマンを見るために全国各地からお客さんいらっしゃいますからね、僕たちに。いやいや、他に誰、おかしいでしょ、独り言だとしたら。あ、まだ今聞こえるお部屋が、これえ、ここですよね。だってあ、もう間違いなく聞こえてます。いや、訪れ方おかしい。本物の入ってちんどん入ってすぐちんどんでしたよ。季節外れの極寒ですし、はい、もう入りましょう。お祭りみたいな感じの中、すごい。あ、あれ、あ、今行ける、今行った。どうも、見たな、秘密を。すいません、今これは、どうぞ。言っちゃったね、かっこいい。漫画から飛び出してきた、江戸時代の人みたいな、すごいの、うん、皆さんプロのチームでいらっしゃると、はい、すごく若い方もいらっしゃるんですね、22、若い、孫の世代に変わってきてるので、うん、ちんどん印判っていうのは、うん、ある大事な役割がありますよね。そう、広告宣伝、そうだから目立たなければいけない。なるほど、なるほどね、人の気を引かなければいけない。じゃあもしかすると得意分野かもしれませんね。出したら、うんうん、じゃあやってもらってもいいんじゃない。え、そんなできるんですか、すぐ。いや、あ、すぐできる、そんな甘いはずないでしょ。何言ってる。一回乗ってください。一回乗ってくれる。じゃあ何しに来たの。これ歌舞伎ものみたいな。国崎さんですよ。いや、僕じゃないでしょ。国崎さんに怒ってますよね。いや、あなたです。ほら、ほら、よくない。ダメですよ、すぐ人のせいにして何でも考えるんですよ。なんで、なんで、私最近同じになってきてるよ、なんか。見てくれてくださってると、そう、見てよ、くないよ。一緒じゃないですよ。うわ、きつー。あ、じゃあちょっと今日はあのイメージ変えていきたいです、生徒アナウンサーとして。で、誰が何をするかっていうところ。で、楽器はね、ちんどん太鼓、これはもう何が何でも必須で、大太鼓ですね、低音ですね。で、メロディー、まあ、サックスはちょっといきなりなんで、リコーダー、リコーダー、リコーダー、懐かしい。あ、ずいぶんやってないですけれども、俺大太鼓、よし、うん、じゃあ国崎さんが大太鼓で、これちんどん、曲は何するか知ってます？キラキラ星、ありがとうございます。はい、どういたしまして、はい、せーの、あ、音が全然違う。
え、鳴らないんだ。ここ中おい、下手すぎるやろ。これドレミじゃ分かんない。ちょっと待って、ちょっと待って、変えて。これで歩くってことですか。これで歩くのむずい。右を向いて笑って、左も向いて、所作が美しいもん。両側の観客に向かって仕事くださいみたいな顔して、このお店で買いたいなとかね、思わせなくちゃいけないですよね。子供は泣きますね。まあ口元がどうしてもね、笑顔できないと思いますんで、はい、目だけでも行きましょう。目だけ、なるほど、目で訴えると、はい、ちょ、笑顔で、これを加えてるんで、そうなっちゃうんですよ。怖いな。仕事ください。あ、確かにめっちゃいいっすね。馴染めるかどうかやってみてください。はいはい、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ、はい、スタート。いい感じですよ。バッチリです。見事。じゃあ次、国崎さん。はい、はい、お願いします。体の具合悪いですか。体調でも。体調悪かったんだ。体調が悪くて。笑顔は80点。80点。あ、結構いいんだ。まあじゃあ次私。はい。あ、ではお願いします。なんか変な、なんかおかしいもん。もうセットからおかしい。こうしましょうか。確かに。あ、確かに。素敵ですね。はい。なるほどね、言い訳ですね。わかりました。いや、違うんですよ。こうやると出るんだ。あ、なるほど。わかりました。笑顔じゃ大事にします。その代わり、さあ、挙動不審者、怯え、これはすごい、怯えすぎ、うん、怖い。ホラー笑顔を見てるような感じ。もう本番ってことですか。もうこれで本番のことですよね。うわ、誰か工場やりますか。東西東西だけ言って、あとは何でもいいです。あとは何でもいい。東西東西、これ宣伝ですよね、工場の部分が。そうですね。さあ、綺麗なおべべを着せていただいて、ね、はい、私たちも着替えさせていただきました、うん、一段となって、はい、あれ、国崎さん着替えてます。いや、帽子、その帽子、あれ、じゃあその帽子どうされました。GoPro さんのものと交換。交換しました。あ、それなぜ。うん、でもこれチームなんで、やっぱり全員全員で沈黙ということで、 1F。 あ、聞きました。 GoPro 沈黙、ほら GoPro 見てください。 GoPro 沈黙、やばい。1年このコーナー携わっておかしくなってあー、緊張する。じゃあ行きますか。はい、はい、せーの。あ、ちょっと、ごめんなさい。せーの。Thank you.
って、あ、はい、はい、わー、感動しました。いやいやいや、私は常識人ですよ。しかもフリードラジオ、Mステ出てほしいですけど、モダンや、モダン、あ、いいんじゃない、そうですね、あの、あなた以外は良かったと思います。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いや、頑張りました。いや、違います、あの、一つ言わせてください、リコーダーは思ったよりも難しいです。また言い訳だよ。言い訳してないでしょ、この方が。そう、僕らも一生懸命やりましたよ、本当に。言い訳はしない。大変でした。え、なんか私、何かしましたっけ。可愛いから、ちょっといじり、ちょっといじりたくなったの。なるほど、好きな子いじりたくなるような感じ。なわけないやろ。ちょっと待って。楽しいことは大事ですね。